こっちの目だけを大きくしてみます。こんにちは、ハッピーです。皆さんお元気ですか？今日はデカ目、こっちの目だけを大きくしてみます。でもこの年齢なのでコンタクトレンズを入れたりとか相プチとかをしないで、どこまでプチプラとか100均のコスメでできるかやってみますね。今日はもうファンデーションは塗ってあります。ここから始めます。最初はこちら、ピンクベージュみたいな、これを全体に塗っていきます。こんな感じですね。目を大きくするからこっちの方までね。はい、そして次にこれの薄色の方です。目尻のところに使います。ここですね、こっちの方まで塗っていきます。これですね。でこれはちょっとこの辺にも入れておきます。その隣のこっちの色、少し濃い色ですね、これを目尻のところにもう少し塗ります。どうですか、こんな感じです。今 UR グラムのパレット、これがパレット1、パレット2、汚いね。はい、これです。この2つを使います。筆ですね、今度はね、ちょっと濃い色、これですね。これとこの下の色を混ぜて手の上でこうやっていいかなと思ったら目尻に塗ります。ここです、ここ、下にも塗ります。ここからね、秘密兵器が出てきます。これですね。これ何かというとね、細いでしょ、すごく。そして薄い茶色なの。これを二重のこの線、この線からずーっと引っ張ります。ほら見てください、二重がここまで伸びちゃった。すごいでしょ。一重の方も例えばここからスーッと引っ張るとほら目の線が伸びるでしょ。それ用みたいですよ、違うかな。そしてここにもね、ここにもね塗っておきます。これちょっと上の方まで塗っておきます。はい、さっきの UR グラム2色を足して、ここですね、この骨に沿って入れていきます。ここですね。肌がねぼにょぼにょぼにょって動くんですよ。困ったもんですね。若い時ポリッとしてたのにね。でも気にしないのね、柔らかくなってよかったわぐらいに思った方がいいかもしれない。難しいそれは。この間歩いてたらすっごい可愛いイチゴがあってね、イチゴの鉢植え、こんなちっちゃいんですよ。なのにイチゴがこんな大きいの、びっくりですよね。こういう風になってすっごい可愛いの、真っ赤になったイチゴがついててね。でも皆さんにもあのイチゴね見てもらいたいね。今度はこれパレット2の方の白いの、これのノリがすごくいいんです。ここここここね、すごくね、ここね、これね、発色がいいんですよ。パレット1にも薄い色が入ってるでしょ。これもこんなに穴が開くほど使ったの。これもすごく使いいんだけど、これの発色もすごく良かった。試してみてくださいね。そしてね、これです、すごく使いやすいですよ。これをね、ここさっきの間に入れます。あ、そろそろね眉毛を描いておかないと私バランスが分からなくなっちゃうので、メディア、こっちが芯になってて、こっ
こっちがチップになってるんですけど、コンビニで買えるんです。これね、2本目なの。今までもしかしたらご紹介したことなかったかもしれないんですけど、普段パパってするときすごく楽なんですよ。ここでね、お花作るときにプッとここで下ろしちゃうの。簡単にできるでしょ。後でやらなくて済むからすごい重宝してるの。こうね、眉山は後で決めるけど、なんかこの辺こんな感じ。ちょっとブラシをこれね、また後で眉毛の方戻ってくるけれども、こうやって見るとここが足りないから、こうやって少しさっきの足しますね。ここね、これ本当は涙袋用なんですって。肌の色と馴染むから、私馴染ませに使ってるんです。すごく、これさっきの、涙袋用のここね、これ涙袋本当はここだけど、私の場合ちょっとこっちが、ここね、こんな感じ。もう一色、これ前もご紹介したんですけど、これもねすごく重宝してるの。これ眉毛の下に持ってきますね。ここさっきの黒いのもうちょっと足しますね、こっち側にね。バランス見てね。アイライナーですね。今日メディアが多いかも今日コンビニシリーズかなこれね、こう埋めていくように入れます。まつげの生え方がまばらだからこうちゃんとこう入れてあげないとちょっとかわいそう感があるんですよ。一生懸命かわいそう感をなくしてます。今こんなとこまで引っ張りましたよ。結構長くまで引っ張ってるでしょ。で下もね、ここに一丁、ね、あとここの前の目頭ね、目頭の方までふーっと引っ張って片目だけお化粧するっていうのもないから、なんか変な感じね次これビューラー、これがねこうやってつけてこうすると、私はよくアイラインが取れちゃうの。まつげも取れるんだけどね。でそしたらまた取れたとこ直して、今日のマスカラはこれ、あ、また違うとこ聞いた。ゆっくりと丁寧に、ゆっくりと丁寧に、ことないからこうやって取っちゃうの。取れた。ちょっと乾かすでしょ。これつけまつげののり、これローソンで買ってきたの。あ、4つも入ってるわ。動画撮るようになってから久しぶりにずっとつけまつげつけてるでしょ。とね、つけまつげつけないとね寂しい顔に見えてくるのね、不思議ね。でつけます。のりのところをアイライナーで、これ白くなってるでしょ。のりつけすぎたのね、これね。これをキョンキョンね。どうですか、目大きくなりました。下に茶色塗らないと。で下塗って、鼻塗って、眉毛はちょっと今度は遠くから見て全体のバランスを取りますね。眉山からちょっと下ろして、ね、
このチップで、あ、このチップこう鼻にも使えていいわね。あ、これは初めて。あ、これ楽だわ。これ楽です。あ、いいかも。見て、いいかもしれないですね。好きなところに持って、はい、もうこの巻いてたけど、ここでいいのよ、本当はね。今ね、すっごくあの白髪が出てるの、すごいのよ。ね。でも気にしないの。じゃ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 ーん。これ。で、こう。で、こう。でしょ？で、パチ。できました。できたかな。じゃあね、バイバイ、元気でね、またね。ハッピーです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからアンチエイジング、小顔作り、メイクや健康、ファッション、それから京都のおすすめ大人旅など、この動画でたくさん上げていきますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。